も、ひまわりまさでございます。というわけで、先日ですね、家族で、ちょっと娘はですね、家で留守番だったんですけども、ちょこっと、みなとみらいの方にですね、ちょっと遊びに行きまして、その時にですね、ふとですね、久々に写真が撮りたいなと思って、写真撮ったんですよ。で、そしたらなかなかね、いい感じのが撮れまして、今日ね、そのお話をね、していこうと思うんですけども、何が言いたいかっていうと、もうね、スペックの波に飲まれるな、渦に飲み込まれるなっていうね、お話をしていきたいかなと思ってね。僕が使っているカメラがですね、ソニーの FX3 と言いまして、シネマラインのですね、カメラですね。はい。要はですね、動画撮る機用のカメラでございまして、で、有効画素数もですね、1200万画素程度ということで、写真はちょっと撮れねえんじゃねえのみたいな感じに思ってる人がいっぱいいまして、そんなことないよと。FX3 でも、中身、α7S3 と一緒なんで、写真全然撮れます。で、写真と動画で機能が分けられるんで、全然写真はね、普通に撮れます。で、最近ね、やっぱり高画素機も多かったりとか、iPhone 自体もね、スマートフォン自体もですね、有効画素数が上がったりとかしまして、要は数字で騙されちゃってる方が多いかなと思うんですよ。これがね、お仕事で、雑誌とかさ、ポスター用にさ、撮ってる人なんかはですね、やっぱり1200万画素では、足りないかなと思うんですけども、僕のようにですね、普通に生活してる方なんかは、全然1200万画素でもいいよっていうね、別に、解像度画素数、つかね、スペックじゃないよ、もうさ、ここまで来ると。っていう感じですよね。確かにスペックがいい方はいいんだけども、結局そこでね、縛られちゃってるんですよね。今な、こういう情報に縛られちゃってる方が結構いるんじゃないかなと思っています。はい。で、もちろん性能がいいのはいいんですけども、それをどう使うかですよね。画素数が少ないってことはですね、高感度に強いんですけども、でも全然写真撮った時にですね、うわ、解像度がねえなとかはぶっちゃけ思わないですよね。だって見るものがほぼスマホ内で見ますからね。パソコンで編集する時なんかもね、全然気にはなんないですよね。で、昨日ちょっと昼休みにですね、職場の近くにある動物園にちょっと一人で行ってパパッと撮ったんですけども、いいんですよ。ちょっとリタッチっつうんですかね、ちょっと色味編集したんですけども、いいよね。多分見る方から見たら解像度が低いとかって思う方もいると思うんですけども、僕の中では全然このぐらいでいいでしょとね。やっぱり撮りたいとか撮るっていう、やっぱりその意欲とか熱が大事だと思うのね。なのでちょっとね、この FX3 でもね、ちょっと写真撮っていきたいなと最近思っています。なんかね、とりあえずやってみるっていうのが大事かなと思っています。というわけで、こうやって趣味でね、アマチュアでやってる方なんかですね、FX3 とか α7S3 とか ZV-E1 か、とかね、あと FX30 とかでももう写真も全然撮れますので、いいっすよ。なんか最近この FX3 とか FX30 がなんか業務用のなんか記録的な、こうビデオカメラ的な要素で撮られてる方が多いですよね。例えば YouTuber の方でこう西田渉さんとかね、あの辺なんかはこう本当記録用のカメラみたいな感じで FX30 を撮られているんですけども、僕たち一般の人なんかはかなりね、こう S6 とかね、ローで撮影とかしても、いろいろ入れる幅が出てくるので、やっぱり
大事なのはやっぱり構図とかストーリー性とかそういうところをやっぱり考えていく方が大事だと思います。その中でそれを自分のライフスタイル、自分のライフスタイルに合ったカメラを合うっていうのが大事かなと思ってます。はい、というわけでそんな感じで今日も終わりたいと思います。それではまた。